どうもみなさん、じゃがいもです。マリサだぜ。今回は、ロマサガに R の最高難易度ロマンシングでのドレッドクイーン攻略法解説動画です。本当はロマンシングではボス戦解説動画を出す予定はなかったんだけど、ドレッドクイーンはロマンシングではちょっと強くなってる。苦戦する方もおられるかと思ったので、最後の最後に集大成として攻略動画を投稿しておきます。今回の攻略ではシャドウサーバントを使う。2周目まではあえて名術とサラマンダーは縛っていたのでバンバン使っていく。リバイバー、ファイアストーム、エリクサーなども積んでおくといいです。デブリスフローも忘れずに積んでおこう。もちろん名術を使わなくても倒せると思います。が、ドレッドクイーンは体力が多いし硬いし、第二形態まであります。シャドウサーバントを使って一気に倒しちゃうのが一番簡単な攻略法だと思うのでそうしてる。音調を積んだり、連携系アビリティを積んだり、生存系アビリティを多めに積みましょう。どうせ連携系以外だとあんまりダメージ入らないしな。連携をどんどん使ってガンガン体力を削っていく作戦です。転られる前にサツル。それが大正義だぜ。最後までな。ドレッドクイーン第二形態は電撃がうざいです。だから、電撃を食らっても平気なように、飛びくないという陣形にしています。踊り子がハイドスタンスを装備しているので鍛冶師のところは狙われにくいはず。それ以外は単体なので問題ない。連携も溜まりやすいし良い陣形なんじゃないですかね。じゃ最後の戦いに赴きますか。ちなみにロマンシング攻略で苦戦したのは七英雄とダンターグの幻影、ラスボスくらいであとは割とサクサクだった。七英雄たちもベリーハードと同じ感じで攻略できます。多分ドレッドクイーンと七英雄くらいかな。攻略動画が需要ありそうなの。でも七英雄は録画し忘れてたんだよ。もう一回戦うのも面倒だしもうドラクエさん来ちゃうので多分攻略動画は出さないけどご了承願う。ちなみにドレッドクイーンにはクイックタイムを使わないようにしましょう。返されて怒られます。小賢しい真似を。その術は私には通用しない。どうだ。この自分に圧倒的な自信がある感じいいなぁ。なんかカリスマ性がある。とりあえず最初はシャドウサーバントを使っていこう。ラスボス七英雄戦は光の壁とレストレーションを使って丁寧に攻略したんですが、ドレッドクイーンは光の壁とかレストレーション意味ないです。どうせ一撃で死ぬし。全員名術を使って一気に倒しきることにした。めっちゃ時間かかってだるいしな。ドレッドクイーンは状態異常攻撃もしてくるので、インタリオリングなどを装備しておくと安心です。今回踊り子はポーカーフェイス、それ以外のキャラにはインタリオリングを装備させてる。連携を入れる前に、デブリスフローで敵の物理防御を下げておきます。本当は皇帝か忍者と鍛冶師を連携させたいんだけど、踊り子の素早さが早いのでうまくいかない。まあ、ベルセルクをしてバフっておきますか。このボスはボーテクス使ってくるからあんまバフっても意味ないんだけど、モーリーが素早さ24なんだよね。踊り子の中でも速い方なんだよな。ちなみにこのメンバーはベストではないです。同じクラスでももっと強い子がいる。でもわざわざ死なせたりして調整するのめんどくさいので厳選はしてない。今ある環境でやる。これがマイスタイル。何も火力アビリティを積んでないのにカンストダメージ出る鍛冶師強すぎる。このパーティーの MVP です。ちなみにドレッド第一形態はフルフラットとか骨砕きとか、コンボ技を使ってくるので見切りを持ってたらつけておくと安全。とりあえず喝殺獣人章で腕力と素早さを下げておきます。デバフ大事。毒キリはシャドウサーバントで防げるが、そのせいでシャドウサーバントがハゲてしまう。もう一回シャドウサーバントします。多分毒キリは絶対使ってきますが、頻度は多くないです。でこれは致命的ミス。本当はファイアストームをして地層を消そうと思ってた。おのうれ。まあしゃあない。ミスもカバーしていく。これがマイスタイル。ちなみに我々全然見切りを持ってない。フルフラット見切り今ひらめいた。ラスボス戦も流し切りと喝殺獣人章くらいしか見切りなかったんだよね。催眠とかされても全然気にしない。状態異常無効なので、見切りは骨砕きとかをつけてきた方が安定する。く。地層変えないと10万くらい回復されてシャレにならん。でもクイックタイム使ったみたいな感じになってるし、熱風と喝殺で素早さは下がってるっぽいな。連携ダメージ2倍とデブリスフローを使えば火力アビリティを積まなくてもカンストダメージ出せるので、生存に振ってもいいですね。
アタッカー3人で連携できたのは良い。なんか知らんが踊り子後ろの方になったな順番。しかしカンストダメージ連発しても全然体力減らない。化け物すぎる。こんな地底で引きこもり生活してるのに東京フルマラソン出たらダントツで優勝しそうな体力腹立つ。通常攻撃はほぼダメージ出ないんですが、少しでも早く倒すために最大火力でガンガン攻めます。それでもタンカーで約6万はなかなか良いダメージ。インペリアルガードも結構火力出るんだよな。さすが帝国がお金かけて作った精鋭部隊なだけあるね。そしてここで何を思ったのか痛恨のミス。連携ダメージ2倍の鍛冶師入れてないで連携をしてしまった。これシニアにやってるのでアップ主は疲労困憊。許してヒヤシンス。しかもこれ動画見返すまではデッドリードライブのせいで火力落ちたやっせーって勘違いしてましたしね。まあ、多少ミスをしても勝てるので簡単攻略法と言えるだろう。とにかく、難易度ロマンシングはどのボスもそうですが、できる限り攻撃をもらわないように対策をして、あとは火力でゴリ押す。これが大正義です。亀甲羅割りで防御力低下させておく。これでブリスフローとかと重複するんかな。物理防御低下ってなってたからしてそう。デブリスフローの分が上書きされてるだけだったら悲しいけど。なんか後半体術が有効なボスいないよな。全然使えない。体験は有効なボス多いのでやはり強いですね。通常攻撃でも6万超えてるのでまあまあなダメージだな。シャドウサーバントを使わないなら2倍手数がいるのでどんどん攻めた方が良さそうですね。しかしやはり召喚や弓はダメージ出にくいな。器用さが上げにくいからな。デブリスフローの効果切れてるか、もしかしたらこれ亀甲羅で上書きされてる？ダメージ量減ってますね。そんなのお構いなしにカンストダメージを出すか自身はやはり MVP なんだ。槍もまあまあ強いですね。てかインペリアルガード結構強い。ああ、貴様ただの人間ではないな。面白い。貴様がどこまでやれるか見せてもらおう。体力が減ってくるとデブリスフローしてくる。サバイブと名人と血神で耐える。それ以外は即死。しかもボーテクスでこちらの強化を打ち消してきます。凍てつく波動使ってくるとかマジでゾウマかよ。まだドラクエさん発売してねえぞこら。まあやることは変わらないです。エリクサーで回復して立て直してシャドウサーバント張ってボコボコにする。これしかない。そしてこのタイミングでシャッタースタックしてきます。発動すると光の壁使ってても全員99,999ダメージを受けます。マジで鬼畜。サバイブやリバイバで耐えてもいいんですが、これは第二形態になるまで何度でも繰り返されます。つまり発動前にボコボコにする。これが一番確実で簡単なのです。硬いけども迷わない。攻めるしかない。過去は振り返らない。前を向くと決めたんだ。走れ。しかし過程なこれ。本当に削り切れるのか？まず体力回復をさせないようにしないとな。ファイアストームは地層を変えることができるので便利です。炎だと多分意味ないけど。地層を変えるのは結構重要。特にロマンシングでは反対の術を使ってちゃんと地層を消しておこう。飛び区内の効果が出てるのかなんとかゲージ溜まりそう。溜まったら連携しちゃおう。てか変なミスがなければもっとあっさり第二に行けてるはずなんだよな。一回デスレインで全滅したんですが、その時は連携消費なしが出たせいか恐ろしくスムーズに第二に行けました。今回下ってる方。なんとか連携間に合ったな。第一はこれで終わった。ゴリ押しすると敵の攻撃を耐えて自利品になることもないので、やはりこれが一番確実で簡単ですね。ほい、全ボスこの戦法でいけます。シャドウサーバントを張る余裕がなかったので張ってないが、なんとかいけるだろう。優しく殺してやろうと思っておったのに、こうなっては手加減はできない。生物の限界を超えた真の力、見せつけてくれるわ。いよいよ第2です。攻撃パターンが変わります。第2も強いからシャレにならん。これマジ腹立つ。先に動けてればミサイルガードできたのに。第2形態は斧や体術、弓って感じの攻撃スタイルですね多分。ミサイルガードを使えば大体の攻撃は無効化できる。
しかしほぼ全属性の攻撃をしてくるのは鬼畜すぎる。実はロマンシングはラスボス七英雄は結構あっさり倒せたんだよね。慣れもあったのか。ベリーハードと同じような感じでいけたんですが、ドレッドクイーンは楽勝だろうって舐めてたせいもあって苦戦しましたね。しかしインペリアルガードマジで優秀だな。体力1であそこまで吐けるとかもう渋川豪気を名乗って良いレベル。とりあえずまずミサイルガードを張りましょう。ロマンシングだと全部の攻撃一撃なのでまあこれが普通です。もうなんか慣れた。ご覧の通り盾でガードしても一撃なので気にしないで OK。ガーダーで回避した方が良いのかもしれないね。踏みつけで殺されミサイルガード切れてるところにつむじ風。めっちゃムカつく。これかなりグダってますがロマンシングだとこれは普通なので気にしないで良いです。いつも通りです。やられたらエリクサーで蘇生しよう。一撃で死ぬしレストレーションよりエリクサーの方が良い。もうコントかよ。なんなの？執拗に狙ってくるな。まあ、体勢を立て直してシャドウサーバント張ってボコボコにする。やることはシンプルです。踏みつけ見切りがあれば安定しそうなんだがな。我々持ってないんだよな。一体どこで見切れるんだろう。踏みつけしてくる敵っているかな。ちょっと嫌がらせを受けていますが、体勢を立て直すまではこれの繰り返しです。ドレッドクイーンは行動パターンに法則があり、体力が一定値を超えないと同じ行動しかしてこない。だから今は多分割と安全ということですね。結構ムカつくなーくらいで冷静です。まあでもシャドウサーバントは晴れてるし、やられながらも着々と準備はできてる。そしてまた痛恨のミス。もうシャドウサーバント張ってるインペリアルガードでシャドウサーバントを張る。どんだけ疲れてるんだよ。寝ろよ。これ倒したらクリアだーって結構無理してやってた。さあ準備できてきたぞ。覚悟はいいか？ミサイルガードとシャドウサーバントがどちらかしか使えないわけじゃないのは良かった。実際シャドウサーバントそんな便利ってほどでもないんですよ。死ぬと消えるし、物理攻撃で消えるし、壊れってほどではない。まあ、ここは良いバランス調整だと思う。便利すぎず不便すぎず。ちなみにリバイバとシャドウサーバントはどちらか片方しか使えません。併用はできないので注意。まあこんな風に、ミサイルガードで第2の序盤は結構安定する。立て直せてきた。あとはね、連携ゲージを貯めて一気に倒す。これだけです。後半アホみたいに殺しに来るから、できればゲージを2本貯めてから連携を使いたいところだな。ちなみになんかバグ技を使ってラスボスとか簡単に倒す方法があるみたいなんですが、我々はバグ技の詳細を知りません。だからラスボスもこの敵も割と成功法で言ってる。まあ、バグ技は修正されるかもしれないし、一応知ってても使わないで攻略しようかなとは思ってます。我々は基本よそから何の情報も得ず独自の方法で攻略してるぜ。攻略サイトとか誰かの動画を見ちゃうと似ちゃうというか、パクリになっちゃいますからね。ただ、視聴者さんからいただいた情報は有効活用してるし、自ら試して検証したりしてる。情報提供感謝。インペリアルガード強いって聞いたので今回パーティーに入れてます。あとベルセルク強いって聞いたので使ってます。こんな感じ。さて、連携ゲージを2本貯めるまでちょっと早送りする。やってることは一緒です。弱点をついて連携ゲージを貯めてるだけです。ファイアストームで地層を消し、地道にダメージを与えていく。あまり削りすぎると恐ろしい連続攻撃をしてくるのである程度抑えてます。 BPK のアビリティを積んでないので BP きつい。 BP が切れる前に倒しきらないと負けだな。BP が切れちゃうという方は BP 消費軽減とかのアビリティを積むのも手ですね。踊り子にシャドウサーバントするの忘れた。まあ、良いか。こうやって見ると攻略がバガバだなー。そしてここで連携消費なしきた。ついてる。しかしこれだけダメージを与えても全然体力減らない。マジで硬い。ロマンシング後半困難ばっかりでやってて結構辛かった。楽しいよりしんどいが勝ったな。なんか後半は作業感が強かったなー。ちなみにスゴームもミサイルガードで防がないと一撃です。どうせ一撃でやられるのでロマンシングって HP はあまり重要じゃないかもね。いかに相手の攻撃をもらわないか、受け流すかが重要かも。あとはもらった時の覚悟をしておいて対策を練っておくしかないかな。本戦ボスこの感じでいけます。ダンターグのブチかましみたいな。ダメージ軽減しても全体に致命的ダメージを与えてくる敵はロマンシングだと厄介。ダンターグは第一形態で倒しましたが光の壁とかもなかったし地味に強かったです。ロマンシングだと強化されてる気がする。
このセリフが来てから行動パターン変わるんかな。ここからガチで殺りに来るので殺られる前に殺りましょう。どっちが先に倒れるかって感じ。正直ここからは綺麗に勝とうとは考えてないです。ドロドロで良い。肉を切らせて骨を断つ。腕や足を失っても脳と心臓だけで滅ぼす。こちらの全力をぶつける。さあ、どうだ。ダメみたいですね。だがあの程度なら削り切れる。よくやった。デスレインは即死です。インテリオリングで防げないです。運よく即死発動しなくてエイトリー生きてた。ここからストーンシャワーとか怒涛の攻めをしてきます。大事なのは死なないこと、誰かしら生きることです。名人と知人などを生かして生き残る。だからみんなバラバラにアビリティをつけてた。生きてさえいれば希望があります。殺られる前に殺る。これが大正義。よくやった。死闘だったがなんとかこちらに軍配が上がった。連携ダメージ消費なしが出ればあっさり勝ててたかもしれないけど、それ運だしな。今回出なかったから攻略動画としては逆に良かったかも。連携消費なしでないと勝てないですとか、どんな攻略動画なんだ。勝った。全体攻撃や即死のオンパレードで純粋に強かったな。というわけでこんな感じで全ボスいけるはずです。あと出すとしたらラスボス攻略法解説くらいだけど、もうドラクエさん来るので時間がないな。出せたら出すぜ。ロマサガニアール神ゲーでした。面白かった。勝ってよかったです。皆様もぜひ遊んでみてください。ドレッドクイーンを倒すと最後に BP 飛翔飛のアビリティを入手できますよ。それを入手してももう倒す敵がいないんだよな。このアビリティを使って4周目名術なしでロマンシングをやるのもいいかも。やりたかったけどもう時間ない。ドラクエさんマジでなんで発売時期かぶった。本当はもうちょい縛りプレイとかして遊びたかったんだけどな。まあ一応ロマンシングまでクリアしたので遊んだといえば遊んだけども。今回の動画が少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。他にもロマサガニ R の動画がいろいろありますので、よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは皆様最後までご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. See you next time. またね。